る役者たちが夢の共演。音楽と映像のみの世界に個性豊かな俳優陣が挑む映画の新しい可能性。どういうふうにこうお芝居を成立させていけばいいのかなっていうのがすごく難しそうだなっていうのはもう初日から感じてまして、今までやっぱセリフがあることを頼りにしていたりとか、そこに表情だったり仕草だったりっていうものがあると思ってたんですけど、まあ、今回やってみてなんか言葉がないからこそ伝えようって思えるというか、なんかそういう気持ちにすごく、はい、慣れました。北條先生の作品にそのもう一部に参加させていただけるっていうことで、絵コンテが台本みたいな感じだったんで、もちろんセリフもないですし、その演技していく中で勝手にセリフを作っていくっていう、楽しみ方を編み出しました。セリフがない分その心の動きっていうものをね表現できる喜びもあって、見てる人たちは、想像力を働かせてくれるっていう、感じもあるし、どういうふうにね、こういう作品が、受け入れられるのかわからないけど、ものすごくいいものができるような予感はあるんですね。あの役柄によってはあの言葉を全く発さないとかもあるんですけども、今回はみんながそうなので、もう手探りで監督の中にある正解を信じて質問しながらやりたいと思ってます。面白いです。はい、新しい挑戦って感じで参加できて嬉しいです。日本の漫画ってすごい世界で人気でね、でそれのいわゆる吹き出しセリフをなくしたらさらにもっと共通というか、実写化でも当然いろんな国の俳優が演じるけれども、セリフがないから世界どの国の人にも見て理解してもらえるっていう、その試みすごい面白いと思ったんで参加したんですけどね、セリフのない漫画から生まれたセリフのない映画、北条司総監督、エンジェルサイン。